そうですね、まあ、やっぱりこういう、まあ、もう、25回目になるんですかね、必勝祈願というのは改めて、まあ、身が引き締まる思いというか、いよいよ開幕だなという、思いが今あります。まあ、今日こうして、必勝祈願していただいたので、まあ、いい結果が今シーズン出るように頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、今日必勝祈願ということで、これから長いシーズンが待ってますけど、チーム全員で掲げている目標に対して、頑張っていきたいなという身が引き締まる思いです。まあ、自分に何ができるかなって考えたときに、まあ、やっぱり今まで通り、まあ、自分らしくあることがまずは一番なのかなと、それが、まあ、ある意味こういろんな、まあ、言葉も発することはありますけど、そういう説得力だとか、そういったものにつながっていくのかなと思うので、まずはサッカーに対して、そしてチームに対して、プラス、まあ、言ったら、まあ、レノファー山口に関わる全ての皆様に対して、まあ、誠実であろうというふうな思いがまずありましたね。でその中で自分にできるような形で、少しでもチームの力になれたらなというふうな思いで今はいます。そうですね、自分自身こうやってキャプテンになるっていうことはサッカー人生で初めてなので、やっぱりチームに対してこう自分のできる持ってるものを精一杯、チームに対して貢献したいという思いがすごく強いですし、今までのままだったらダメだと思いますし、一人のサッカー選手としてやっぱり成長できるように、本当に長いシーズンいろいろなことがあると思いますけど、自分にとってプラスになるように、そしてチームにもプラスになっていけるように精一杯頑張っていきたいなというふうに思ってます。そうですね、僕は別に何だろう、迷いとかは何もなかったです。まあ、そもそもですけど、別にキャプテンっていうのは、まあ、立場として形はあるんですけど、まあ、ご存知の通りいい年をしている人間として、キャプテンであろうがそうでなかろうが、やっぱりチームのためにできることを、まあ、ずっとやってきたっていう思いがあるので、そこに関してはね、じゃあキャプテンだからやる、キャプテンじゃないから別にチームのこと何も考えずにとかっていうことはなかったわけですから、そこまで大きな、ね、なんか違いがあるっていうものでもないと思ったので、もう喜んで、なんだろう、少しでも自分の持ってるものがチームに活かせるのであれば、はい、やらせていただきたいという思いがあったという、まあ、ただとはいえ立場あるものですから、改めてその責任というのをもう一回見つめ直した上で、できることっていうのをしっかりやっていきたいなっていうふうな思いです。はい、言われた最初は正直驚きました。でも尊敬できる浩二さんともとのダブルキャプテンということですし、本当に経験豊富で、自分が困った時には本当になんていうんですか、頼りになるというか、相談できる存在であると思うので、本当に浩二さんに、まあ、頼りながらというか少し、2人で協力しながらチームにいい影響を与えられるように、そして、まあ、20歳とか、年齢は関係ないですし、この若いエネルギーっていうものをしっかりぶつけて、チームにプラスになるようにしか思ってないですね。はい、そうですね、まあ、由緒ある、神社でこうやって必勝祈願を行うことができて、まあ、本当に、身が、ね、引き締まる思いですし、まあ、あと2週間開幕まで2週間ですけども、シーズンインに向けて、まあ、本当にこう選手、スタッフ、まあ、レノファー山口に、ね、関わる全ての方が、ね、笑顔であふれるような、ね、1年にしたいという思いが、ね、まあ、込み上げてきました。はい、
本当に大枠のところではキャンプでねしっかり落とし込めて、まあ、こういうねコンセプトのもとサッカーをやっていくっていうところはね、本当に各選手の共通認識が、ね、深まった、非常にね有意義なキャンプだったのではないかなと思います。まあ、その中で、対戦相手だったり特徴の、ね、違う相手に対して、我々のね戦いをアジャストしていくそういう作業をね、細かな部分はあと2週間で、ね、しっかりやりたいと思います。そうですね、キャプテンを選ぶにあたって、シーズン当初からスタッフとも、ね、競技を重ねてその中で、まずこのクラブ を思う気持ちをしっかり大事にするそしてサッカーをに対する、サッカーと向き合う姿勢というところを、ねまず考慮しました。その中で、コウタ、カノに関して言えば、小さい頃から、ね、この、レノファを、ねで育ってきてで、今後も、ねレノファの看板を、ね、背負ってそして世界に羽ばたいてほしい、選手ですし、山瀬に関しても競技歴が長くてね、彼は本当に背中で肩ぶるタイプだと思うんですけれどもサッカーに向き合う姿勢、真摯な態度、そういったところをね、しっかりと他の選手を見ながらでもう一つはあとは彼らに引っ張っていってほしいという思いと彼らだけではなく全員がね、チームを支えるんだという思いをね、2つの思いを込めて、キャプテンを、ね任命しました。はい、そうですね、今までどちらかというとこうベテランに頼り切って、上の、選手が、ね、引っ張っていってくれるというチームも多いと思うんですけれども、それではいけないという思いと若手からしっかりと上から引っ張る部分と下から底上げして、全員で前に進んでいくんだという思い、2つを、ねベテラン選手と若手選手と2人を選ぶことによって、ねチーム全体でね先ほど2人の話の中でもあったと思うんですけれども、誰かに頼るのではなく一人一人が、リーダーだという、ね、思いを持って一人一人がこのチームを勝たせるんだという思いを持って、ね、でその中の代表を、ね2人決めたわけですけれども、そういう思いで、チームを、ねみんなで、良くしていきたいなと思っています。はい、まずはまっすぐに自分たちが目指した目標を達成できるようにまずは祈願しました。選手の時とはまた違ってチームであったりこの地域を盛り上げるっていう軸で願い事をしたという感じですね。はい、そうですね、チームスローガンにもあるように総力で、まずは現場の人スタッフ選手たちが成し遂げるだけでは難しいと思うので我々もしっかりとサポートしてそしてサポーターの皆さんとも協力しながらこのレノファというものを強くしていきたいなと、はい、思っています。私はそうですね、集客この1万人というのをまず達成することが私のまず役目だと思うので地域まずはこの街を盛り上げながらこの1万人を達成することで地域を元気にするそして、レノファというものを強くしながらこの山口からこう日本を元気にするようなクラブを目指していきたいなと思っています。